チャンスどうぞ、グッピどうぞ。すいません、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、最近ちょっと肩こりとかがひどくて、はいはい、マッサージ機いいのないですかね。あー、でしたら、はい、あ、このマッサージチェアとかどうですか。あ、これですか。はい、ちょっと座ってもらっていいですか。あ、本当ですか、はい、肩こりですね。すごい座り心地がいい、はい、じゃあ、いきますね。はい、はい、お、これあの強弱が10パターン選べて、で振動パターンも30種類から選べれるんですよ。え、すごい。そう、人それぞれに合ったマッサージですよね。ぴったりです、ぴったり。いい、いいですか。ぴったりここで、あ、めっちゃ気持ちいい。あ、ですか、ですか。気持ちいい。あ、これすごい。あ、いいわこれ。あ、気持ちいい。あ、すごい。あ、そこは気持ちいい。あ、いい、気持ちいいこれ。あ、オッケーです、オッケーです。いや、すごい気持ちいいです、これ。めっちゃ取れたかも。あの、僕、はい、一応このフロアのマッサージエキスパートなんですよ。すごいですね。あの、全機械わかるんですよ、僕、マッサージ。そうなんですか。お客様にぴったりなマッサージ機、ちょっとあると思うんで、ちょっと僕、それ紹介してもいいですか。全然いいですよ。いいですか。ありがとうございます。ちょっと待っててくださいね。すごい、いい店員さん当てた。お、よかった。すいません。はい。これなんですけど、知ってます。いや、いや、わかります、わかります、めっちゃわかります、はい、そうなるのめっちゃわかるんですよ。いや、知らない、知らない、知らないです。いや、わかります、わかります、知らないです。これ、本当にマッサージ機なんですよ。いや、ちゃんとマッサージするために作られたものなんですよ。いや、でもマッサージじゃ、いやいや、わかります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 、はい、これ、もう本当に頑丈ですし、もうあの、防水っていうのはもう普通にあの壊れたりしないという意味で。いや、分かってます、分かってますけど。マジで効きます。え、効くっていうのはそういうんじゃなくて、あの、こコリの開発って。いや、分かってます、分かってます。下げます、ちょっと下に下げます、下面にしておきます。いや、本当にいいんですよ。あ、いや、いいですよ。マジで効くんで、本当にこれがすごい気に入ったんで。でも、マッサージチェアがいいかな。いや、チェアに逃げたい気持ち分かるんですけど。逃げる。ちょっとあの、お客様の予算っておいくらですか。大体5万円ぐらいですよね。大体こういう機械って9万10万ぐらいするんですよ。で、これだともう9万2000。あ、でも全然、はい、出します。これだと3000なんですよ。いや、まあ値段はそう安いかもしれないですけど、はい、全然違いますよ。いや、でもマッサージチェア、あ、でも本当にマッサージチェア使わないですよ。いやいや、使いますよ。いや、絶対使わないです。使います、使います。買った人みんな使わないですよ。いや、そんなわけないです。いやいや、使いますって。俺、お袋とおばあちゃんにプレゼントしたんですけど、はい、物置ですもん。いや、まあ、そういう人もいるかもしれないですけど、絶対物置いてて、絶対座らないですよ。いや、私はちゃんと使いますよ。いや、でも本当に、はい、あの、お袋にもこれプレゼントしたんですよ。はい。そしたら、もう毎日これ使ってて。すごいですね。もう食事する時とか。お母さんにこれプレゼントしたんですか。そうそう、今もう、茶の間の上に置いてるんですよ、これ。いや、すごいな。もう本当普通なんですよ、これ。すごいな。ちょっと一回使えば普通なんで。ちょっと私でもマッサージチェア気に入ったんで。いや、もうチェアに逃げたい気持ち分かるんですけど。逃げるって何ですか。あの、本当にマッサージチェア逃げるって何ですか。ここだけの話、はい、意味ないっす。そんなわけはない。マジで。いや、そんなわけはないです。本当に効果ないんですよ。いや、あります、あります。だって現に気持ちよかったです。マジで、あの、科学的根拠ないって言われてるんですよ。いや、そんなはずないでしょ。マッサージチェア本当に意味ないです。科学的って何ですか。ないです、マジで。マッサージはまず効かないし、はい、高いし、使わない。もう三楽揃ってる。違う、使います。ちゃんとやる。安い、使い、いや、これ本当にこっちの方がいい。あの、え、ま、マジでこっちの方がいいっす。なんだこれ、何をされてんの今。マジでこれがいいっす。え、ちょ、電話の販売促進。電話ってよくない、電話ってよくないですからね。いや、電話じゃない、電話じゃないです、これ電話でしょ。これポータブルマッサージ機です。いや、言ってるやつ聞いたことないっすよ。ダメ、絶対できてない。電話のこと、ポータブルマッサージ機、言わないです、そんなこと。あ、しかもこれみんなこと下に使い出せないですか。なんてこと言うんですか。いやいや、でもこれの本領発揮、上っすよ。上、はい、僕これ頭につけますから。それやばいやばいやばい、この絵面やばい。これ効くんすよ、本当に。見たことないです、私。これ超気持ちいい。こうやってるやつ見たことない。いや、マジっす、マジっす。いや、本当にいいですよ、本当に。本当に、いや、これこれこれ、チェアがいいから。いや、チェアに逃げないでください。逃げるってなんすか。だから新しい世界行った方がいいです。新しい世界ってのは普通にこのいいっていう意味で。いや、分かってます、分かってますけど。分かりました、もう2000。いやいやいや、2000じゃん。いいです、いいです、はい。ポイント20倍です。ポイント20倍。はい、ただじゃないですか、もうほぼ実質ただです。いやいやいや、どんだけ売りたいんですか、これ。絶対こっちの方が、もう後悔したくないですよ。いやいや、後悔の時、マジで聞くんで。
いや、絶対こちらです。ポイント20倍ですよね。はい。絶対まずこれ買ったんですよ。マジでいいです、これ。買いますじゃん。これですか。買います、買います。ありがとうございます。はい。電話買うことになったわ。一応レシートにも一応名前モザイクかけておきます。いや、そこまでしなくていいですって。あ、ちょっと黒と黒に入れてきます。いや、だからあなたがそういう扱いしてるじゃないですか、一番。なんか割れ物買ったみたいなテープ貼って。いや、いいです、いいです。そこまでしないでください。2000円になります。すいません、カードでお願いします。いや、いい買い物しましたよ、これ、本当に。いや、いいですって、そういうことではなくて。何ですか、それ。何ですか、それ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。これ、やられたな。